来シーズンの目標ですね、これにちょっと書いていただきたいなと思って。うつ、これ一番むずいんだよ。どうしよう、何がいいかな。目標2桁って書きますか。なんかでも1年目も書いた気するんだよな。何がいいですか。2年目のシーズンを終えた期待の若越サウスポー、森翔平。今年は6月に1軍に上がると10試合に先発。先発の左ピッチャーでは床田に次ぐ4勝をマークし、来シーズンのブレイクを予感させる1年となった。中盤からですけど、いい経験を本当にさせてもらったなとは思います、はい、チームの方針的にも、どんどんストライクで勝負していけということだったので、どんどんいった中で勝負できたっていうのは少しちょっと良かったことかなと思いますね。そんな森のピッチングを支えたのが、去年の秋から練習をしているフォークボール。基本追い込んでたら使う場面が多かったんですけど、自分的にはすごい使えるボールなんだなっていうのは、右にも左にも使えるなっていうのはありました。チェンジアップだけだとやっぱり投げきれない部分も多いんで、フォークの方が操れるというか、空振りは奪えるってたので、今シーズンカウント球でも使えたり、いろんなところで自信持って投げれるようにはもっとしていきたいと思ってます。フォークボールを投げる時のイメージっていうのはどういう風なイメージで投げてますか。ちょっとスライダー気味に落とすというか、ちょっとこっちに落とすイメージはの方が投げてても反応が良くて、そっちの方に曲がるイメージはしてます。独特な軌道のフォークボールを武器に、飛躍のきっかけをつかんだ森。フォークボールを生かすためにも重要なストレートに関しても、去年と比べ平均球速が3キロ上がるなど磨きがかかっている。まっすぐが強い、ファールが取れる、空振りが取れる時っていうのは、やっぱ他の変化球も生きてきたので、しっかりそこ強いまっすぐっていうのは絶対に消さずにどんどん投げ込めるようにっていうのは大事かなとは思います。先発の一角としての地位を確固たるものにするため、着実に成長を続ける森は、さらなる高みを目指しこの秋取り組んでいることがある。まあ、基本ちょっと曲がり球はカット系が多いので、スライダーだったりカーブっていうのをいつでもカウント取れる、投げ切れるようにはしていきたいと思ってます。森の持ち球はストレートと5種類の変化球。その中でもこの秋はスライダー、カーブの強化を目指し、秋季キャンプに帯同している黒田博樹球団アドバイザーに助言を求める場面も。スライダーの軌道をこうした方がいいじゃないっていうのをアドバイスいただいたので、膨らませずにこう出してライン出して曲がった方がやっぱいいよっていう話を、はい、紅白戦で投げるので、実戦の中でそのブルペンの投げている球種だったりとか、まあ、配球、バッターの反応っていうのを投げた後にしっかり黒田さんに聞いて振り返ったりはしたいなとは思ってます、はい、迎えた秋季キャンプ初の実戦登板。森は課題のスライダーを駆使し、8者連続三振を奪うなど5回無失点。バッターを寄せつけない圧倒的なピッチングを見せた。序盤ちょっとスライダーが抜けていたので、しっかり振ってっていうのをちょっと意識しました。後半、はい、課題にしているところが実戦の中で出せたので、そこは自分の今後またレベルアップできる材料になると思うので、次につなげていきたいと思ってます。そしてこのピッチングを見ていた黒田アドバイザーも森を絶賛。今シーズンもね、状態ずっといい状態が続いてたんですけど、その中でね、
また一つちょっとレベルが上がったかなという感じがしますね。ボール自体もそうですし、まあ、その今回の紅白戦でちょっと、ね、球種に制限をかけながらピッチングをするようにと、まあ、実践の中でね、その中でやっぱりその球種を制限かけながらこれだけのピッチングができるというのはやっぱり彼なりにその幅が広がったというかね、まあ、そういう感じは受けますね。鍛錬の秋を実りあるものにし、先発ローテーション定着に期待がかかる森。来シーズンの目標については、はい、スタートダッシュです。2年間春先なかなか思うようにいってないので、しっかりオフの過ごし方、またもう一回改めていい入り方ができるようにっていうのと、やっぱ試合の入りであったりとか初回っていうのがやっぱりすごい大事になってくると思うので、そういった意味でもスタート1球目っていうのをしっかり大事にしてやっていきたいと思ってます。